館内展示状況箱根美術館は神奈川県足柄下郡箱根町にある箱根で最も古い美術館である。世界旧成教の教祖岡田茂吉が生前に収集した東洋日本美術のうち陶磁器を公開している。1952年6月15日に開館した。岡田茂吉は優れた美術品には人々の魂を浄化し、 心に安らぎを与え、幸福に誘う力があると考え、美術品は決して独占すべきものではなく、一人でも多くの人に見せ、楽しませ、人間の品性を向上させることこそ、文化の発展に大いに寄与するとの信念のもと、戦後は東洋美術の有品の収集に努めて、海外流出の防止を目指した。昭和19年に箱根号らに拠点を移し、 昭和25年に世界救世教を設立。その2年後の昭和27年6月に箱根町合羅に箱根美術館を開館し、9月に財団法人、透明美術保存会を設立した。美術館の管理運営は岡田も基地美術文化財団が行っているが、世界救世教の聖地であることから、世界救世教を出のめ、教団、東方の光、 また MOA インターナショナルなどの関連団体が活動や事業の軸として位置づけている。昭和57年、姉妹館である MOA 美術館の開館以降は、鎌倉、室町時代に制作された力強く重厚な六個用の壺や亀などを中心に、縄文時代の土器から江戸時代の作品まで日本の焼き物を常設展示している。また MOA、 岡田茂吉賞を受賞した現代作家の作品も一部展示している。建築物、内装、展示ケースはすべて岡田茂吉の設計である。箱根号らの箱根美術館のある一帯は、世界旧聖教の聖地、神仙教として整備されている。神仙教には、約130種類の苔と200本の紅葉の、苔庭や、萩の道、竹庭などがあり、 四季折々に美しい姿を見せる。特に11月は、庭園内のもみじが一斉に色づき、紅葉の名所と品高い。土日祝日と11月には通常公開されている庭園に加え、巨岩の石組を中心とした庭園、石楽園も特別公開をしている。これら一体は、平成25年8月1日に国の登録記念物に登録され、 令和3年3月26日には、国の名称に指定されている。苔庭に面した茶室、正和邸では、創立者の職に対する哲学に基づき、無農薬で栽培されたお抹茶と、季節ごとに変わる和菓子が楽しめる。開館時間閉館時間休館日、電車自動車。ありがとうございます。